はい、どうも、ハコンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、緑手久馬極上、こちらの方を攻略していきたいと思います。まあ今更なので、まあ他のね動画さんたちが、高速周回とかね、そういうのを出してると思いますので、備忘録としてご覧になってください。ではですね、ステータスはご覧の通りです。ではメンバー見ていきましょう。アビキですね、リーダータロスケ、先導とスキルゲージ回復と、生命時期を入れてます。まあゲージ要因ですね、移動もなるべく増やせるようにしてます。そして結界ですね、結界員ですね。そして、アビリティが法王の決意に壁コン取り込む経験値をつけています。なるべく死なないように、火力は重視しながら死なないようにしています。そしてメインアタッカーなのに倒すのはジョペリーではない、ジョペリー、初動移動距離ブーストですね。そして仲間を救う軌道、そして、不動の精神を入れてます。もう完全に移動ですね、移動距離を上げるっていうやつですね。そして慶長ですね、控えには慶長を入れてます。愛と喧嘩を入れてます。使うことがないのでね、こんな感じです。そしてフレンドには無駄ディオを入れてます。では始めます。まあ4色にさえなればいいので、黒のね世界とかがいても大丈夫かなと思います。あんまりね攻撃されたくないんで、遅延効果があるのがいればいいかなっていう感じですね。おお、倒しちゃった。何もしてないのに倒しましたね。まさか倒すとは思わなかった。もう何が来たところで大丈夫ですね。まあ、気をつけたいのが、シュトルハイムですね。まあ固定ダメージ、1万2000なんで、そこまでは気にする必要性はないんですけども、まあ、なるべくダメージは受けたくないということですね。ではCS 行ってきます。ジョペリの CS はね、鳥ちゃんのスララですねをすり抜けてくれるんで、本当にありがたいですね。はい、倒したようなのでこれで終了ですね。ゲージもあんまり溜めずに積むんで、2ゲージなので楽ちんですね。さあ動炎が打ってきましたが、まあ、何も考えずにこれもいけますね。キャプテンテニールのね、壁接触すると定食ですね。壁ピタは効果ないんですよね、ジョペリには。4色のせいなのかCS のおかげなのかちょっとまだ理解はしてないんですけども、このように完全セーブつけてなくても切り抜けます。ゲージは溜まったので終了。さあ長い長いカットインがようやく終わりました。では CS ですね、もう結界張っちゃいましょう。
そして結界を張ったらもう CS ですね。まあ、別に CS じゃなくてもいいんですけどね、まあ、なるべくこういうこともあるので縦感とかね、もう当たらないのにずっと斜めカン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 することもあるんで、ゲージも溜まったんで終了。さあこいつらですね、レーナは、HP を吸収されますし、チャカですね、カウンターを行っていきます。接触カウンターですね。そしてベックもワイヤードベックもやってくるんですが、低確率でカウンターダメージを行ってくるんですが、まあ上ペリにはカウンター4色だとカウンター無効があるので関係ないですね。まあ、色手首だったら、色が違うのはあのダメージは確か1しか入らん通らなかったはずなんで、まあ、押し込みは他の色でしたら多分大丈夫だったよような記憶があるんですけどね。ただ接触停止とかも、まあ、ちゃんと食らうので気をつけたいですね。そこら辺はやっぱりジョペリがカウンター無効系が一番役に立ちますね。でディオも機械冷凍法があるんですけど食らわないですし、ラバソウルも、カウンターですね、与える気圧が関係ありません。 CS ですね、まあ、ここは CS じゃなくてもいいかなっていう感じですね。リングを取ったところで異常状態無効なので関係ないですね。もうタロスケのおかげで楽ちんに進めています。ジョセフですね。ジョセフはカウントリミットですね、行動カウントが9以上になると自身の行動カウントを0にしてくると。そしてわしにパニックという言葉はないですね。スキルゲージをヒット数分減らしてきます。で E ですね、まとわりつく砂ですね、味方勢力全体の移動距離を2分の1にしてきます。で仲間を守る、一定範囲内の仲間が攻撃を受けたときに自身身を挺してですね守ってきます。そしてダニエル・ジェッター・ビーですね、敵勢力全体が受けるダメージを 60% カットしていきます。面倒ですね。まあそれも網さえ張れば、結界さえ張ればほぼ関係なくいけます。無駄に闘志が湧いてきたぜが発動っすね。変わっています、変わっています、変わっています。 TV がかばいまくる。そろそろ倒せたみたいですね。ん？使ってなかったですね。使ってなかったですね。失礼いたしました。使ってませんでしたね、で CS を。でユカコがですね16ヒット以降のダメージが1になってくるので早々に倒したいですね。まあ、登場時、味方勢力全体のスキルゲージを
ですね、5分の1にしていきますが、完全生物、完全生物じゃないですね、状態異常がタルスケのリーダースキルのおかげで何もないっていうふうになりますね。SDC はヒットされるために自身の行動が2減ってきますし、ロギンズですね、サイキックになると HP が全開になってきます。まあここら辺もあんまり関係ないので、1111っていうのが響いてますね。ユカコ以外は倒せた感じですね。うん、倒せましたね。さあ全開していきましたが、決意が乗ったので余裕で倒せてます。さあ最終ラウンドですね。最終ラウンドにやってまいりました。まあカットインが多いのはしょうがないですね。はい、ではですね、ホルホースですね、登場時に、敵勢力全体の攻撃力を 1.5 倍にしていきます。そして動くんじゃない低確率で接触してきた敵にダメージを与え、相手の行動を止めていきます。そしてアイアイサーですね、 60% の確率で範囲内の敵の攻撃に合わせて遠距離攻撃で 50% のダメージを与えてきます。そしてマニッシュボーイですね、苦痛があるんですね。エリアに入ったユニットに対し5000のね、6000ですね、6000のダメージを与えていきます。そしてスキルゲージ10分の1があります。で神をですね、審判の一撃範囲内の敵に 250% ダメージを与えていきます。そしてシーザー、先制シャボンカッターですね、そしてさらに先制シャボンカッターで先制して、シャボンカッターを飛ばしていきます。そして、俺だってなんとかしなくちゃなですね、死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしてきます。ではですね、まずは結界を張って、で次にシャボンをなくしたいので、シャボンに向かって行きます。ダメージは食らうんですけどね。おっと、縦貫になっちゃった、縦貫になっちゃった。これは思わしくない、縦貫になっちゃった。まあ動画なんでね、このままにしておきましょう。で自分たちで勝手に死亡してくれるんでありがたいっす。これは痛い。さあこれで行くとグラディオですね。グラディオで走って、お、ホルフォースを倒せましたね。ついでに、マニッシュボーイも倒せました。ファイアボーン。さあ、決意が乗りました。ゲージが溜まってくれたんでありがたいですね。はい、ジョナサンですね、コマンドスキラリーとしてアビリティ北風がバイキングを作ったですね。
接触攻撃を受けると敵勢力全体の ADK を 1.5 倍、そして被ダメージを3分の2にしていきます。カウントリミットがね、5以上になると自身の行動カウントが0になります。そしてテレンス T ダービーですね、エリアに狂気ですね、エリアに入ったユニットに対し与えるダメージ 50% ダウンの効果を与えます。でショックだったろうってですね、攻撃接触攻撃でダメージを受けるとスキルゲージが1減ってきます。まあ、ジョペリを使うことに関して言えば関係ないですね。そしてドノバンですね、カウンターですね、接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えてきます。そしてサボテンですね、サボテンに突き刺さるぞと、接触するとダメージを受けるサボテンを設置すると。ただし味方の波紋使いがサボテンに触れた場合、サボテン注意の敵にダメージを与えます。ジョペリが行くんでダメージを与えていけるのかな。そして ST ランですね、ヒット3ヒットまで自身へのダメージは1になります。というわけでジョペリでいきます。ダメージソースがよくわからない、大まず残ってますね。ダメージがわからないですね。サボテンのダメージ与えてたのかどうなのかがちょっと分かりませんでした。すいません。はい、ゲーチョウが降ってきて最後ですね。はい、狂気を持ってますね。口の利き、そしてアビリティですね、口の利き方知ってんのかです。登場時敵勢力、味方勢力ですね、全体の ADK を3分の2にしていきます。で許さねえ、 HP が 60% 以下になると ADK が 200% アップしていきますが、もうここまで乗っちゃってるとあっという間ですね。今終わります。はい、クリアしました。途中ちょっと失礼したことがねありましたけども、なんとかクリアすることができました。まあテクワはこれぐらい、もうちょっと落ちてほしいなっていうところなんですけどね。まあなんとかクリアできてよかったです。ではですね、最後まで動画ご覧になっていただきありがとうございました。ではまたどっかでお会いいたしましょう。ではラストボタン。